はい、ということで、こんばんは。ざれごと、たわごと、よまいごとの MTF 塾女、51歳の村田理香です。パン、ちょうどクラクション。はい、まずは、先日の11月3日の、酔いどれスナック、バーチャルスナック理香10日目、ご参加くださった皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。ご参加というか、ご来店というか、まあスナックなので、一応理香ママですので。最近エクスペリアのこのスマホでライブ配信を行うとですね、映像が時々フリーズをしてしまうので、フリーズするたびにパート1、パート2、パート3みたいな感じで、どうしても区分けになっちゃうんですけれども、今回の10日目もやっぱりそうなっちゃいましたね。でもたまたま偶然だと思うんですけど、いい感じにパート1、2、3といい感じに面白いですって。面白いというか面白かったです。今日11月7日なんですけれども、やっと一通り見直しまして、まあ、流し見するぐらいだったらね、チャートできちゃうんですけども、ご来店いただいて、チャットとかでご参加いただいている皆さんのそのチャット一つ一つに絡み返すのがバーチャルスナックのいいとこなので、まあその時にね、失礼なかったかなとか読み間違いなかったかなとか、まあ、そんなところも確認しながらなので、まあ、月曜火曜とアルバイトの仕事で、営業の仕事ですけど行ってましたので、帰ってきてから、まあ、30分ちょっとの間に分けてやっと確認し終わりました。面白かったのがですね、パート1、本来は開店と同時に皆さんと乾杯で飲酒を始めるんですけれども、まあその日はプロ野球日本シリーズの、もしかしたら今日で日本一が決まるのかどうかもって言われる試合がテレビであったものですから、まあテレビでね、野球中継があるときは本当ちっちゃい頃からお酒飲んで必ず見る。二十歳になってからお酒を飲みながら見ることが多いんですね。もう習慣になってるので、なので今回はパート1は、開店するその数時間前から飲んでたので、ほろ酔い開店ですね。ほろ酔い開店して、ちょうど映像がフリーズする頃にはちょうど酔いどれになってましたね。でパート2は酔いどれスタートからちょうどフリーズする頃にはこうグラグラ始めて泥酔入ってましたね。パート1はいろいろとなんだかんだの、キャッチボール的なネタ返しで、パート2は私のカラオケの楽しみ方がメインのお話ですかね。モノマネちょいちょい入ったりとか、私のステージネタ、まあほとんど笑いですね。まあ、でもやらないですよ、私。それは、やりますけど、プライベートでやるだけで、それを商売にして、お金を稼ぐっていうエンターテインメントのニューハーフではないので、基本的にエンターテインメントニューハーフの仕事は一切ありませんから、だんだんその性の対象のポジションから外れてしまうので、それがいい悪いではなくって、私の本業が性の対象として、の立ち位置なので、 AV 女優ですから、 AV 撮影モデルですから、個人ですけどね。なのであんまり楽しいことばっかりしてしまうと男の人がやりたいっていう対象になってくれないので、商売にはしません。あくまでも趣味です。パート2そんな内容のネタでしたね。パート3はもう本当にグラグラして、泥酔から酩酊っていう、もうコロコロゴロゴロこのソファーでもうゴロゴロしまくってるので、まあ本当に大人向けの映像になってしまってます。
ね、あのまんま何かされても、文句は言えないっていう、完全にそうですね。ちょっと言葉には言い表せない、対象者になってました。パート1、パート2、パート3、それぞれの、見方が楽しかったです。それで実は今日のこの動画は、お知らせです。また、今週は11月10日の日土曜日の酔いどれライブ、バーチャルスナック理科ですけれども、残念ながらお休みになります。はい、申し訳ございません。またその次の週の土曜日までお待ちください。理由は簡単です。前回のお知らせと全く理由は同じです。翌日に、私の本業です。本来の、収入を得て生活をするために行っている、ライフワーク、なりわいですよね。村田理香と周知 AV なデート、ずっと昔にご登録されてくださってたメンバーさんなんですけど、久しぶりに私をお誘い、撮影、デート、ご依頼くださいましたので、やっぱりね、前日にあんだけ酔いどれて、酒臭い状況でお会いするわけにはいかないじゃないですか。なので、前日はしっかりとできる範囲で、貧困層の庶民なので、エステを行ったりとかそういうことはやったことないんですけど、そんなお金持ってないので、ただ自分ができる範囲でこうプチプチとね、毛抜きで脱毛したりとか、VIO のとこもチクチクと、あんまりこうグイってね、グイってやって、こう前みたいにこうビチッてこう皮が切れちゃってなんてことにならないように、慎重に毛抜きで一本一本です 自分でやるんです。本当に貧乏人は、苦労が絶えないんですけど、美に対してはね、お金がないので、そんな準備もしたりするので、お休みです。ちなみにですね、SNS 等で、あるいはその酔いどれライブ、バーチャルスナック理科のチャットのコメント入れとかでも、ちょくちょくいただくんですけど、直球で抱きたいとか、やりたいとか、寝たいとか、デートしたいとか、とっても嬉しい限りです。ありがたく思ってます。男性の皆さんからそういうアプローチをしていただけるのは、女性としての立ち位置で、幸せなことじゃないですか。性の対象者というふうに見てもらえてるから、そういうコメントが発生するんでしょうし、とても嬉しく思ってます。幸せに思います。ただそれがじゃあ現実的に何かしらの機会にかなうのかというと、かなわないと思ってください。どうしてもそれを会いたいとか、デートしたいとか、食事に行きたいとか、一緒に飲みたいとか、エッチをしたいとか、そういった欲求を満たしたいのでしたら、ぜひとも今週のね、日曜日に、いただく方と同じルートで、村田理香と周知 AV ナーデート、ウェブ検索すれば出ますので、村田理香で検索しただけでも1ページ目には出なくても、サーチ結果の2ページ目ぐらいには多分、村田理香と周知 AV ナーデートって出てると思います。ウェブサイトにコンセプトから、システムから、ルールから、費用から、全部掲載してます。そこをご了承いただけるのであれば、ご登録をしていただいて、まずはメンバーさんになってください。そして、皆さんのご都合のいい日時に私を独占してください。基本的には好き放題、やり放題、の放題システムなので 皆さんが思うがままのことを、私は時間をとにかくすべて、ご一緒するお時間、すべて皆さんに委ねるっていう撮影モデルですので、
デート中にあれやこれやもきっとあるでしょうし、彼女にしたいとかってコンセプトでもいいですし、奥さんにしたいとそれでもいいでしょうし、愛人にしたいと思うでもいいでしょうし、ペットにしたいって思うもよしです。奴隷にしたいと思うのもいいですし、はい、周知なデートを、まあ、野外屋外やメインなんですけれども、思う存分、そして男性的な表現で言うと、我が生涯に一片の悔いなしっていう感じの昇天ですねを、していただければと思ってます。そういう個人様にマンツーの、時間を提供するのが、私の、ライフワークですので、むしろそのご依頼がないと貧困からの脱出は私はありえないです。今のアルバイトの営業の仕事でもライブでも言いましたけど、まあ、交通費入れてもせいぜい交通費1万円ぐらい入ってるのかな、で17万とか18万ないかなっていう感じなので、本当に普通に生活するだけでいっぱいいっぱいですのでなのでエステとかジムとか何もそういったとこ行ったことないです、お金ないのでちなみに美容室ももう4ヶ月行ってませんけどね。なので皆さんぜひとも、そして今回久しぶりにご依頼をいただいたのは、やっぱりその成果なのかなっていうふうに思うところもあります。前回のそのヨイドルライブバーチャルスナック理科10日目の中でもパート1からお話ししてるのかな、撮影日、配信日が11月3日ですけど、その丸ちょうど1ヶ月前の10月3日に、ライブではなくて、映像をアップしたのが、あるんですけど、スイーツパラダイスへゴーっていうスイパラという、まあ、お店がありまして、食べ放題のケーキとかをメインなんですけど、そこに行って帰ってきたらですね、相当なウエイトでびっくりしちゃいました。で実は一緒に久しぶりに会ってケーキ食べた同い年のおばさんなんですけど、すごいですよ、20キロぐらい痩せてるんですよ、久しぶりに会ったらびっくりしました。1月ぐらいに会ってからずっと会ってないんですけど、久しぶりに会ったらまあかわいいかわいい、おばさんじゃない、まあおばさんですけど、まあかわいいかわいい、シュッとして、天使のネックレスって言われ、私が命名してるだけなんですけど、鎖骨がありますよね。鎖骨もしっかり見えて、こういうシャツとかの後ろからでも天使の羽、翼、肩甲骨もしっかり見えてて、もう本当にシュッとして、まあまあこんなに綺麗になるんだ。で、なんか言ってるのって聞いたら、何も言ってない、仕事に終わって帰ってきたらお家に帰って1時間みっちりとストレッチしたり、入浴中にこうやってストレッチしたりとか、湯上がりに何やったりって毎日やってる。毎日すごいですね、毎日やればできるんですね、20キロ別にカロリーセーブじゃないですよ、ちゃんと食べて。まあ一念発起しました。私もよくよく考えたら村田理香っていう女性名解明できて、今でも村田理香の公式アルバムでフォトゾーっていうのサイトがあるんですけど、そこに51歳の村田理香、50歳の村田理香って年齢分けをしてるんですが、一番最初村田理香の解明ができた時に記念に運転免許証更新というか再発行して作ったんですね。その時に運転免許証に出ている顔が、ま、その10月3日の先月の時と比べて10キロ違うんですよ相当肉ついちゃいましたね。なので一生懸命、まあ、その甲斐あって
11月3日の時点で、1ヶ月で4キロウエイト落としてるんですね、私も。7キロかと思ったら、1回に 6.6 キロのウォーキング、1時間10分15分ぐらいかけて、私は毎日なく週3日なんですけども、黙々と歩いてます。ひねりながら、ぐいぐいひねりながら、こんなことやりながらこんな風に歩くんですよこんな風に歩道を邪魔で仕方ないと思うでしょ。結構ウォーキングに最適なのコースが、コースっていうか勝手にコース呼ばわりしてますけど、近所にあるんですよ。あのジョギングの方もいますし、自転車の方もいるぐらいで、まあそういう方がそんな時間にもいるんだと思うと、やっぱり頑張ろう、私も頑張ろうって気になれるので、いい環境だと思います。まあ、 それから今4日も今た4日ですか、また1キロ落ちてるんで、トータルスタートから5キロ、まあ、今ウエイト落ちてるんですけど、まあ、映像的にはやっぱり違うんでしょうね。あ、可愛くなったなと、またミカちゃん可愛く戻ったなっていうふうにきっと思ってくださったんでしょう。登録はもう多分3年か4年ぐらい前に登録いただいてる方なんで、もう忘れてました。前回はもうメールを遡ろうと思っても、もうスマホも変えちゃって、前回のも全く記憶に残ってないんですけど、ただご登録の時に運転免許証はいただいてるので、お顔をちゃんと覚えてるので、はい、あ、そういえばこの方とはこんなことしたな、あんなことしたな、あんなことをさせられて涙ぐんじゃったなと、そんなこう甘酸っぱい羞恥な記憶が蘇ってはいるんですけど、まあ、痩せた甲斐あって、やっぱりね、なんだかんだ言っても個人様向けですけど、デートしたりエッチしたり何したり撮影したりする性の対象者としての立ち位置なんで、それでまた久しぶりにってご依頼いただくことはもうとてもありがたいです。すごく嬉しいです。むしろ村田理香と周知 AV なデートっていうライフワークのかれこれ10年になるんですけれども、もうそのご依頼だけでもし生活できれば一番の私にとって幸せなんですけどね、なかなかそうはいかないので補うためにアルバイトはしてますけれども、まあ本当に定期的に皆さんからご依頼いただいてこの日もデート、あの日もデート、そして撮影っていうような、毎日が遅れたら、もしかしたら皆さんがもっともっと私に望んでいただく、例えば美しさとか、まあ、そういったものも手に入れることができるのかなとは思います。まあ、簡単に言うと資本がなければ綺麗は身につけられないので、何にもしないで私がせいぜいできることといえば、1回に1時間ちょっとの 6.6 キロスマホのアプリの中に万歩計があったので使ってみたら 6.6 キロ、8900、まあ、約9000歩、1万歩はいかないんですね、1時間15分ぐらい、まあ、これはタダでできるので続けてます。目標マイナス10キロ、今折り返しの5キロなので、あと5キロ痩せると10年前の運転免許証の写真に戻るかなと思います。ただ保証はできないんですよ。何せ10歳年取ってるので、あれから今51歳ですからね、はい、それも何も痩せても何もしたりしてるわけじゃないじゃないですか、はい、っていう状況なので、それに女性ホルモンも月1回定期的に一応してますから、ちょっと違うかもしれませんけど、まあそんなわけで、今週日曜日にお誘い撮影デート、皆さんいろいろアプローチくださる方、ぜひとも皆さんもメンバー登録されて、ぜひ私を奪ってください。制約された時間、限られた時間ではありますけど、皆さん好みの村田理香でお時間ご一緒させていただきますので、私を奪ってください。そのご依頼ぜひともください。ということで、今週の土曜日は、よいどのライブバーチャルスナック理香はお休みです。すいません。となると自動的に来週
17日の土曜日が次回11日目のたる営業ですね。まあ、といっても保証はできないです。その翌日18日日曜日に、本当にまた昔のリカさんみたいにこうほっそりして綺麗になったね、久しぶりにまたちょっとお誘いしようかなって、日曜日もし入っちゃったらまたお休みですからそれはそれでご勘弁ください。そしたらそしたで毎週毎週日曜日が私のライフワークのお誘い撮影デート依頼が入ってくれば、逆に私アルバイトをしなくて済むんですよ。それで生活がなんとか賄えると思うんで、そしたら別の曜日でよいどれライブ、バーチャルスナックも考えられるので、あるいはどっかのスナックさんで提携というか結んでいただければ、その日は私がそのお店に行って、よいどれライブ、バーチャルスナックリカを、そこで、配信するっていうこともありですから、もしスナックさんとかでそういうイベントもありかなと、ちょっと村田リカさんにライブをやっていただいて、まあ、もちろん映像として映すのは私側だけで、あとはご来店いただいてるお客様とはもう生トークになりますけどね、そういう日をイベントも設けたいなと思ったら、ぜひ私の方にご連絡いただければ、と思ってます。はい、ということで、もろもろ込み込み、皆さん、よろしくお願いいたします。ということで、久しぶりのシラフの映像です。そしてメガネのリカです。はい、はい、ということです。はい、エンディングトークです。MTF 熟女51歳の諦めないで的な村田リカでした。ではでは。